はい、おはようございます、本日はですね、伊豆白浜の方に、夫婦で旅行に来てます。っていうのもですね、これ海パッて奥見えるんですけども、アップしていただいていいですか。なんとですね、実はこれアップやないらい、これ僕らが出会った場所なんですね。夏にね、10年前の今た、ちょっと出会ったから10年ぶりに、一緒に行こうということで、プロポーズした時も来たから、2回目ですね、2人で渡していただきました。今からね、海水浴楽しみたいなと思います。2泊3日行きたいなと思います、では着替えていきましょう。ちょっと海に行く前に、海の家の寮がねこの辺にあったはずなんで、ちょっと寮を見てみたいなと思って行っております。今はね人ん家になってるんですけど、ここがね僕ら寮でした。ここで撮ってる写真も確かあったはずなんやけどね、なんかこんな感じで写真撮ってるはずなんですけど、もう今は人ん家になってんねやじゃない、これ寮。我が家の基地完成。お客様に。うわ、すごい。乾杯。あ、待ってよ。乾杯。おいしい。今日は水着は封印しとく。うん。封印か。ちょっとおデブだから。たくましかったもんね、さっき日焼けのやつだったら。まあでも私よりたくましいのたくさんいたけどさ、上には上がいて、上がいるけど、小結びぐらいかな。関取とかいっぱいおるけど、まあ小結びぐらいね。そう、来年とかまた何年かしたら大関まではいつか行くと思うよ、40ぐらいになったら。そうだね。あ、まあまあそれまでは楽しもう。はい、楽しましょう。はい、それでは夕方になりまして、ホテルチェックインとなります。こちら新シェルですね、2008年からオープン。そして皆様、お部屋の方がこちらです。ズドーンという感じで、ベッドが2つあって、そう、まさかのこの部屋が、そう、皆さんオーシャンビュー、先ほった海ですね、端っこの方、端っこの方、向こうの方に神社があるんですけど、足元はね、生活感マックスでボテボテしてますけど、いつください。今日はこんな素敵なホテルで素敵な時間を過ごします。ちょっと待って、何で？メダイやってる。これメダイ。はい、おはようございます。なんということでしょう、体中が真っ赤っかになっております。大やけどをしておりますけども、夢堂さんどうですか。いいね。いい、うん、うわ、海はキラキラ光ってるわ。そうなんだよ。オーシャンビュー。夢堂さん、日焼けとか痛くない。大丈夫。僕はね、真っ赤っかって感じでしょ。うん、今日は日焼け止め塗ろう。まだ空いてんの。うん、アルコタイだ。失礼します。はい、ありがとうございます。いただきます。この映像を何回も見ても風景違うだけで、それでは食べさせていただきました。嫁はね、体が小さいから多分あんま食えてないやろ。うわぁ、すごいな。インスタ映えそうやな。ドスッピンなんだけど、さっき前行ってたよ。あ、はい、チーズ。うん、中から見られてたけどいいか。嘘。10年前にね、出会ってからどうですか。感慨深い。うん、嬉しい。嬉しいし、こんな立派なとこに連れてきてもらえるなんて。よかった。10年前ボロボロの合宿所みたいなとこにおったもんね。そうだね。なんかサバガニ出てきたりとか、ゴキブリ出てきたりとか、いろんなとこ出てくるようなね。うん、てかこんなとこあるって知らんかったわ、うん、もっと汚い家とこばっかりしかないと思ったから。でもここできたら最近なんじゃないの。あ、でも2008年。でもこの建物は昔からあるっぽいね。2008年、アパート改装したんだ、これかもしれないね。うん、僕たちの部屋はどこですか。一番端っこだ。これ、間違えたら到達してるような感じになる。これ、角部屋ですね。はい、ここご飯も美味しかったんでね。
過去でも結構トップクラスにうまいよな。美味しかった。ぜひまた皆さん静岡来た際はどうぞ。タクトの動画見たよって言ってくれてもはって言われると思いますので。誰やねん。言わないでください。絵になってるよ。もしプライベートビーチじゃない。ほら VIP やそれ。そうだ、湖の妖精みたいになってるよ。ありがとう。ここめっちゃ深い。タクトの先生でも全然あるだね。埋まるね。ありがとうございました。めっちゃ丁寧にさ、掴むことをお聞きしますが、YouTube されてますかって言われた。で、スタッフのもう一人も気づいててみたいな。やばいじゃん。あのイケメンの人。うん。二日目のやつは好きがある。そう。今チェックインしたんですけど、後ろ見てください。オーシャンビュー。こんな感じで今からこの海水浴に行ってきまーす。なんかここはご飯が美味しいの？ご飯も美味しいしロケーションもいいってこと？山田さん、さっきボシャーンって波にだいぶかかってんな。うん、やってる。君幼稚園スタイルやったから、この後あの海に入るスタイル見てもらおう。みんなにハットかぶって浮き輪にこうやってしがみついてバタバタしてるだけやから泳げないから。今日はこんな感じになっております。ロングポテト2日連ちゃんの。こんにちは。ロングポテトのプレーン1つとケバブラップのソース。あ、やっぱケバブサンドにしようかな。めっちゃうまそう。食べてみたら。あ、後でいい。後でいい。ありがとう。やったよかったね。うん、ハワイポテトケバブハワイの味。めっちゃハワイの味。おいしい。朝も食べて昼もいっぱい、そして夜も食べる。そうやってさ、この辺ためにさダイエットしたから。確かに、もうだってすごい痩せたもんね。まあいっぱい食べて元気なの。熱中症で倒れたら困るし、ほんまに。あ、なんか来たよ。綺麗だね、こっちの方が。あ、足ついた。うん、持ってる浮き輪。来たよ、来たよ。いないやばい、やばい、ギリだ、嘘、ギリだ。足つかない。後ろ、やばい、やばい。ご飯がね、楽しみですね。うん、ご飯、ご飯。ここはいつ見ても綺麗やね。ここは、あれをこう落ちたのって、なんかやられてる。はい、我々はですね、夜の散歩ということでまた夜の白浜に戻ってきました。そして10年前に僕らが出会った、飲食店というかバーに行きたいなと思います。2013年の8月14日、ちょうど10年ぐらい前ってことだよね。はい、君がお客さんとして来て、はい、僕がバーテンダーというか店員さんとしておったっていうお店が、なんとこの曲がったところなんです。実はこちらなんです。そう、そんなもんハーフウェイです。これ僕前働いてたとこなんですけど、その時一緒に働いてた人が今なんとオーナーさんっていうかなってるみたいで、見てください。はじめまして。よろしくお願いします。トシめちゃくちゃ上やのに偉そうに革命とか言って、めちゃめちゃ呼び捨てするんですよ。6個も下なのに。でも若いよな。生意気で覚えてたね。気があったからすごい印象に残った。後でちょっとそこのバーカウンター見たい。あ、開ける。沖縄でやりたいんですけど。あ、そうなんですね。出資してくれるお友達とかどうですか。
すっげえ、マジで変わってない。懐かしいよ、東北スーパーソニックしてるし。あります。はい、それでは行ってきました。皆さんいかがでしたでしょうか。僕がね、10年前勤めてた場所があそこになってるんですけども、懐かしい思い出になりました。今からねホテル帰って、明日朝ちょっと帰るのが早いんで、早く寝たいなと思いますが、非常に楽しい思い出ができました。ありがとうございました。毎日同じ感想。あ、美味しそう。いい匂い。絶対美味しいですやん。美味しい。ここまでがワンセットでございます。いい匂いするね。はい、ということでエンディングになります。いかがでしたでしょうか。この2泊3日久しぶり伊豆白浜旅行。マジで楽しかった。よかったね。嬉しそうやったもんな。終始楽しかった。終始楽しかった。よかったな。1日目も2日目もさ、見たやつは、ご飯めちゃくちゃ美味しかったですよ。そうやね、ご飯当たり会やったね。うん、まあ海も入れたし、うん、でまあなんつったって昨日ね、夜ハーフ行けたっていうことで、ちょうど10年前の写真を皆さんこちら見ていただいて、さらに10年後がこうなってるっていうね。全く誰も何にも変わってない。まあ僕らがどんどん劣化していった状態なんですけども、いい出会いでしたね。でしかもそのオーナー今やってるって言ってたこうね。来てるんですけど、まあ、当時から僕6歳上やったけど偉そうにタメ語で喋っとって、当時はそんな感じじゃなかったよ。お盆だけ来るサラリーマンみたいな感じだったけど、気ぃついたらオーナーにまでのし上がっててさ、のし上がってるっていいか、成り上がっててさ、で最初ビルおごるって言ってな、おご、うん、る言うてなんか従業員の女の子にもおごったりしようと思ったけど、企業会見の時に多分入れてないやな、俺らの分しか払ってないもんな。そう、帰ってから、ホテルに帰ってから気づいたっていう。配慮してくれて申し訳ないです。もし翔太さん見てくださってる方いらっしゃったら、ハーフウェイってちょっと飲ませてあげてください。僕らの出会った場所なんでね。はい、ということで、まあ、その時にね、タクゾの動画見たよって言っていただけたら、特にオプションもないのかありません。あ、そうなんですねって笑顔では言われると思うけど、はい、まあ、それぐらいかなと思いますので、非常に楽しい2泊3日旅行終わりました。僕らの夏はこれで終わり。あ、寂しい。じゃあ、あとはね、しばらくはちょっと旅行ないっていうか、まあ、今月末東京行くぐらいか。そうだね。はい、っていう感じになっておりますので、まあ、そこでは外注さんの関東組と飲み会もしたりするので、まあ、僕ら自体のイベントはまだまだあるんですけども、まあ、夏は一旦これで終わりになるんちゃうかなと思いますが、まあ、非常に楽しい思い出ができたので、これから6時間かけてゆっくり帰りましょう。はい、はい、帰りましょう。はい、帰りましょう。ではね、そんなことで海も見えてることやし、これで終わりたいなと思いますので、夫婦で10年ぶりのあの場所で帰ってきたっていう、Vlog になりました。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。